じゃあこれから、登っていって、そのまま下ってくるんですけども、で通常岩登りっていうのは登るだけなんですけど、あの実際の登山ではその登っただけ下らなきゃいけないので、どちらかというと下りの方が岩場ではあの危険度が増して、あの転落したりとかっていう事故は多いので、どちらかというと下りの方が難しい。登る方がどっちかって言ったら、あのこれから登るところは見えてるけど、下るところはその先が見えないところを降りてこなきゃいけないから、そのバランスの取り方とかそういうものを今日練習したいと思うので、とりあえず見ててくださいね。とりあえずこのルート どこを登っていくのかっていうのを、あの僕が歩きながらロープをかけてくるので、とりあえず見てください。で、一応ですね、この岩もあのところどころ浮き石というか石ころがポロポロとあって、あの登っている誰かがこの岩場を登っているときは石が落ちてくるかもしれないので、一応この木よりもこっち側で待機をするようにしてください。この中に入ると結構石がポロポロしてきて、それがまあただでかい石はないんですけど、小さい石でも当たるともしかしたらあのどっか痛めたりとかするかもしれないので、一応ここからあのこれからトライする人はここから中に入るけど、そうでない人はここから外で待機するようにしてください。まず最初はここから取り付けます。でここから取り付いて、この段までこの1段上まで上がるんですけど、滑るぞ。やばいな。やばいな。で、あのここに、ここに一つスリングとカラビナが置いてあって、皆さんがこう登ってくるとここにまずロープがつながっているので、このカラビナだけこうピッと外して先に進んで帰って戻ってきたらここでまたかけて降りていくようにしてください。とりあえず今はちょっと書けないんですけど、滑るなこれ誰かね、多分濡れてる時に靴ドロドロで登ったり降りたりとか多分した練習をした形跡があるんで、岩のちょうどこの足を乗せたいところがね、土がついてて滑る感じ。立ち上がって終了。一応ロープはここにかかってるんだけど、ここに来たらボルトとかね、ロープがかかってたりとかするんですけど、それは触らないように
もう仕方ない時はこうしょうがないんだけど、もうボルトとか握って立ち上がったりとかしないように。じゃあ次はですね、皆さんに課題を、上でちょっと説明しますね。もうちょっと死なないようになってしまう。じゃあですね、次の課題はですね、まず手の位置を、自分のこの目の高さよりも上に上げない、まず目の高さよりも下か、まあその周りね、まあ厳密じゃないけど、じゃあ自分の目の高さがこの辺だとしたら、まあこの辺りを掴むと。で次に足なんですけど、足は自分のこの反対側の膝よりも高く上げない、自分の膝よりも下ぐらいのところを探す。ちょっと窮屈になるんですけど、その練習をすることで意外に、ま、1回目に見えなかったあのいい岩がね見えてくるように、もうちょっとこう細かく岩を観察できるようになるんで、ないからね、どうしてもねフリーだと一番でかいところっていうのしか見えなくなるんですよね。足もそうなんですけど、せっかくバランスをこういいところにこうあるのに、ここに目がいかなくてどうしてもこういうところを探してしまったりとか、そうすると、無理な姿勢でこう勢のでって上がっていかないと上がれなくなるんで、そうするとその勢のでの瞬間にこの足が滑ってしまうと、一気にこう体重がかかってこの手も抜けてしまったら落ちてしまうってことになるんで、そうならないようにするためには一番近いところで、ここに乗ってればぐーっとこう体重をゆっくりかけて、あ滑りそうだなっていうのもこう足を伝わってこう感じることができるんで、そうするともうちょっとこうしっかりと踏み込めるように重心の位置をこういろいろバランスを変えたりとかねできるので、こういう姿勢にならないようになるべく近いところ、ただ今日滑るんで、ちょっとこう岩が滑るんであんまり細かいところね今日はちょっと立ちづらいんですよね。結構滑るので、だからまあほどほどにで今日はいいんだけど、一応できることなら膝より上に上げないところを探して登ると。でもあんまりこういうとこ持たないで近くを握ってしっかり握って重心をゆっくりずらしながら、あこれ立てそうだなと思ったら重心を変えると。でこの変えるときには次にこの反対側の足をどこに乗せるかっていうのをある程度考えておいて、例えばここに乗せるとかね、でまた手を上げてってっていう感じで、あまりこう無理な姿勢で一気に登っていこうとしないで、なるべく近いところを探しながら登るように。だから今日はねちょっと滑るんでね、あんまり細かいところで危なそうだったら、まあ安全な範囲でねちょっとチャレンジするようにしてください。普通だとねこういうところにも乗れる、こういうところにも乗れるんだけど、今日はちょっときついかな、靴がこうなんていうかな、この泥が
ソールについてて、結構それがね滑るんで、でもう岩にも泥がついてしまってて、滑るので、まあできる範囲で、で今日は OK なんで、できる範囲内でこうならないようにここに乗ってみるとか、どうしてもこう細かいところに立てなかったらしょうがないから、多少はさっきと同じような感じで、で手の位置もそう。で次に、下るときも同じで、自分のこの下ろす足が反対側の今こうついている足のこう膝よりも下に行かないことで、で手もこう伸びきらないでどん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 下ろしてくる。で手の位置はなるべく低い方が体を安定するんです。この方が力は入るんで、そうすると遠くを見えるんで、自分の足の置く位置を確認ができるんで、できるだけ手をしっかりとこう下ろしてくる。っていう感じでお願いします。まあ、今日は無理せずにいきたいと思いますので、まあさっきの1回目よりは少しこう持つところとかをちょっと意識しながら登るようにしてください。以上です。こんだけ伸びるんだよね、このロープって。今の見た。結構こう短い。これだけ伸びてる。じゃあこれでこう衝撃を吸収して、こう墜落した時にこうゴムみたいになるから、それでこう体に2トンとかそういう強烈な力がかからないようにロープができる。今普通にイベントとして通したやつをこう折り返して反対側に通すんですけど、その時にこの2枚金具がついているこの間、この2枚の間を通すと、折り返して上から通して間からです。すごいな。